8月2日ですが、ここは北海道のとある川に、これから岩名を探しに入ります。これ音聞こえてください。滝のような音が聞こえます。これを目指して入っていきます。ふばざさんをかき分けて入ります。また新しくね、上田を買いましたが、この熊笹なんで、まあ生は大して刺さらないんですが、枯れてるやつがね、尖ってる、昨夜雨が降ったんで、今ちょっと今朝も霧雨が降ってますが、濡れるんでね、カッパを着なくちゃ。暑いんですよね、もう寒くはないのに、カッパを着ています。お、ああ、砂防ダム、砂防ダムが見えてきたけど、果たして降りられるかどうか。結構高いんですな。さて、砂防ダムが見えてきたけど、降りられるかどうかな。木のところだからな、あの木のところだからな、通りのところか。木が生えてるっていうことはね、ちょっと斜めになってる可能性がある。これを目指して。この下まで降りられてな。この下まで降りられてる。この下まで降りられると。取れるかな。あれ、あんまり深くないんだけど、あんまり深くないんだけど、あ、降りられそうだ。あ、そうだ、こっち、あ、こっちの滝の方が、この滝の方がいいんだけど、とりあえず、弱っておりる。降りられそうだけどね、降りられそうだけど、熊田さんがロープ代わりです。引っこ抜けたら大変です。ロープが切れると同じ。こう行って、こう行って、こう行って、この木、この木、この木に、ちょっと段差があるから、足が短いから、動かないかな。上がるとき行ったら向こうから、向こう行けるか。この下が良さそうですな。滝つぼ、こう行って、よいしょ、よし、あー、いや、浅いな。ちょっと岩穴の、まあ、だけど魚道がね、生きてないな。あ、生きてる、あ、生きてるかな、あれかな。魚道がダメならね、それが大止めになって、岩穴止めになって、まあ向こうがちょっと深みになって、そこにいる。よし、よし、降りました、降りました、降りました。あ、そう、そこがちょっと深みになってきた。ちょっとこれはゴープロは止めます。こっちの先行くのが良さそうだな。どっからと後で降りますが、ちょっと降ります。今度は下流の落ち込みをちょっと降ってみます。取られていないと。
小さいんですがね、今から小さいんですよね。岩です。まだ斑点が、色があんまりついてませんが、写真撮ってください。27、8センチ。もうおそらく編めますかなって思うような感じのスマートでですが、パワーマークがついて写真残します。大きいのがいなくなるとね、小さいのが出てくる。今日場所を、狙ってみたら俺は来たんだ。これが釣れたらね、もう一匹がね、おい、大丈夫かって出てきた。あの、ご夫婦でいたかも。隠居場所ってのは、あまり流れがないところ。わあ。20センチぐらいですがね、どう笑ったほどでもないかな。まだ綺麗だ。今のオスみたいだからね、メスのおばあさんがいるかもしれない。ちょっともう一回同じとこ釣ってみます。ね、落ちた途端にね、ガイヨーってついてきてますから、もう一匹いるんです。まあ、警戒してこないのか、私も一緒に行くわってくるから。どうぞ。
よいよ。雨降ったんで、海を飛び出します。